ではラストシングルガチャ、これにかけたいと思う。いこう、ファイトリーグ。なんのあれもない、厳しい、来い、きっ、あっ、ぎっ、これこれ、あー残念。そしたらね、ちょっと一回だけ、どういうゲームかバトっていって終わりにしたいと思います。CPU 戦でいいかな、とりあえずね。チーム編成は何もいじってないんで初期のままだけど、まあまあどんな感じのゲームかっていうのをね見ていただきたいだけなので、ちょっとこれでいきたいと思います。さあ、お、敵2人いるじゃん。なんかね、2人タッグを組んで戦っていけるらしいんですよ。だからまあお友達とかとやるのかな、ちょっとわかんないんだけど、うん。こうやって、9つじゃないな、12個のマス目に、自分のキャラを置いていって、その矢印が書いてあるんですけど、この左下ね、この矢印の方向に攻撃が出ると、こういう矢印の方向にね攻撃が出る。でこの攻撃を敵に当てていって、ボスをというかね、向こうのチームのリーダーを倒した方が勝ち。で2コマ置けるんで、ここからさらに置きます。その時にこのキャラが仲間を攻撃すると、その仲間も攻撃してくれる。まずはリーダーに攻撃、味方に当たったから味方も攻撃、こういうゲーム。このリンクをねどう組んでいくかっていうのがこのゲームの醍醐味になっております。で各キャラにね、スキルも搭載されてるみたいなんで、そのスキルによって、まあ、どういう風にね戦略を立てていくかっていうのも重要なところでね。何がいいってやっぱこの音楽ね、このノリノリの音楽と勝ち木さんのナレーション、これは燃えざるを得ない、これは燃えざるを得ない。さてさて、難しくなってきましたよ。どうしよう、あ、スキルで攻撃ですね。でこうやってボスに直接攻撃しなくても、あの敵をね崩していけば、今ね立木さんもおっしゃっていただきましたけども、そう、仲間のね攻撃をリンクさせていけばリーダーまで、向こうのリーダーまで届くんでね。なので敵がいっぱいいるとそれも危ないんですよ、リンクされちゃうから、いろいろ。だからいかに敵の数を減らしつつリーダーにも攻撃を加えていくか、ここが重要。ちょっと崩されてきましたよ。まあまあいいでしょう、大丈夫です。でただね、敵がね今あの上に FB って書いてあるのがあるんですけども、あれがリーダースキルみたいな形で、ヒットポイントが2000を切ったらかな、1000を切ったらかな、何しろ自分のヒットポイントが減ってきたらなんか使える技みたいな感じで、で2体ずつ置けるから、1体目をここに置いておいて2体目で一気にいくみたいなことも考えないといけないんだけども、今ちょっとそれ何も考えてなかったね。こうだ、これで上のキャラは倒せる。でリンクしてボスに攻撃、あ、下も攻撃できたね、よかったよかった。ちょっとねやばいよ、味方が全然いなくなってきた。あ、これで味方は全部やられたない。うわー、攻撃力アップ、これで逆転食らっちゃう感じかな。やばい、これで強いの手前に置かれたらやばい。なので一気に畳みかけないといけないんだけども、いやもうガリガリ攻撃でしょ。これで右側を攻撃、さらに、あーでも、あー難しいことしてた。じゃあこうこうやって後ろも攻撃ね、そうでこう OK、 これで敵3体撃破、チリ1つ残さない。
うん、大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫、でも大丈夫だね。来まして、スキルですね、今のはね。こっから攻撃だから、あーやられちゃうか。なかなかボスに当てられない。あ、使いますね、下 FB GO。 これでなんかね、召喚するんですよ、キャラを一匹。あ、ほらこいつも使って、こいつがどこに攻撃するか分かんないんだよね。こうすれば分かるか。あ、これでいけそうですね。そら攻めるでしょ、行こう。いらなけ、入って入って、あーでもそんなに当たってないね。でまた味方の攻撃なんだけども、あ、これで結構いけるね。あ、これでもいけるね。あ、結局全部リンクつながるね。大丈夫だ、行こう。ギャル、ギャルですね。よしよ、これはいいよ、これはかなりいいですね。オーバーバースト、なんだオーバーバースト。あー、ダメージ食らっていくんだ、100ずつ。矢印2つついてるのはその列ずっと攻撃できるってことだね。さあ、まだまだ逆転される可能性ありだからね、やばいよ。うん、大丈夫、ね、上来た。さあ、こっちに攻撃を与えさせませんよ。さあ、ここでこうするとダメか、ちょっとダメージが通らないな、まずいな。これでいこう。うーん、ちょっと決め手にかける。次のターンで倒せるとは思うんだけども、うーん、もうちょっと早く行きたかったですね。あ、バーストダメージが入った、こういう勝ち方もありか。なるほどね。はい、試合終了、いい試合だったぜ、ありがとう。はい、ということでございまして、ファイトリーグかなりこれ面白い。でもうキャラが可愛いのと、あとシステムがやっぱり面白いよね。モンスターストライクのね、クスラクさんということで、なかなかやっぱり面白いシステムを組んでまいりましたよ。まあ、またね、面白いイベントがあれば、ご紹介したいと思います。それでは皆さん、ぜひぜひやってみてください。チャンネル登録よろしくね。じゃあの